はい、どうも皆さんこんにちは、けなすです。ということで今日もエースレーサーやっていくんですけど、今回の企画は、なんとドッキリ企画です。はい、てなわけで今回はけな太郎とガチバトルで、わざと負けたらけな太郎はいつ気づくのか、ドッキリやっていきたいと思います。いつものね、Sレーサー動画ではね、僕たちあの3回勝負って言って、あの3回いつも試合をやってるんですけど、で、その試合でもね、いつも僕が大体勝ってるんですよ。まあ、最近ちょっとケナ太郎強くて、何回か負けたことあるんですけど、基本はね、まあ、3回勝負であれば、あのケナスがぶっちぎりで勝つんで、今回はちょっとわざと、ギリギリの戦いをしてみて、わざと負けたらね、ケナ太郎は気づくのか、やっていこうと思います。というわけで、今からちょっとケナ太郎もうね、待ってもらってるんで、呼んでいこうと思います。はい、車と車の戦い。はい、ケナ太郎お疲れ。よということで、新シーズンなりましたね。ガチバトルするって聞いたね。ブン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 。いや、ちょっと最近ケナ太郎に俺めっちゃ負けてるからさ、まあまあ今まで勝った数は俺の方が多いけど、ちょっとここ最近ね2回ぐらい負けたから、ちょっとリベンジさせてほしい。そういうことか。リベンジさせてくださいじゃないのかな。あ、もうはいはい調子乗ってるなこいつ。まあいいや、ケナ太郎、じゃあ練習マッチソロで3本勝負、いつも通り行きましょう。いいよ、やってあげよう。いつもなんかあんまりお兄ちゃんに勝った記憶ないけど。最近勝ってんじゃん。たまにね。たまに勝ってる。ということで皆さん始まりました。ケナ太郎調子乗ってたね、最近勝ってるからって。なんですけど、ここでギリギリの戦い、もう1位に、ケナ太郎弱すぎるからさ、普通にダントツ1位になってても、うわミスったとか言ってからわざとミスしたりして、ケナ太郎を1位にさせようと思います。うわ、これ新しいとこじゃないの。ここ新しいとこだね。いくよ。うわー、マジか、これ苦手なんだよな。ここ難しかったイメージあんな。よしよし、ほら1位。あれ、ケナ太郎すぐ抜かしてやるから待ってろ。おい、大丈夫ケナ太郎。あ、やばい、なんかあれ、あ、マジか、落ちた。うわ、ケナ太郎普通に抜かされました。おらおら、あれ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 、どうしたおらおら、いて、どうおら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 、前に行かせられた。うわー、でかめる、なんないやけど。あー、何それ。よし、皆さん普通にこれ、あれ、お兄ちゃんも見えなくなった。いやいやいや、ないあれ、見えなくなっちゃったな。今ケナ太郎見える俺。あぶね、こうそういう感じになってんだ。あれ、ケナ太郎、バイバーイ。めちゃくちゃ接戦だ。やばい、このやばい、俺早すぎるから、めっちゃやばいな。抜いちゃった。あれ、ケナ太郎、もうめっちゃ俺勝ってるよ。いや、負けたまるか。やばい、これ。ゴールしちゃうな。どうしよう、どっかミスった、無理しないと。ほら、こうやってね、勝つんですよ、結局、ケナスが。あ、ケナ太郎いるね。よし、ここでぶつかったでしょ。あ、やべ、ミスった。やべ、逆走しちゃった。やべ、逆走した。やべ、逆走した。よしよし、これで。抜かって。あー、ごめん、ぶつかった。あー。くっそ、あとちょっと。うわー。ケナ太郎、いっちゃめっちゃギリギリだったのに。そうだよ、敗北の気分は。調子乗ってる、めっちゃ調子乗ってる。うーわ、マジか、あそこでミスらなかったら。うわ、1位だ、ケナ太郎、珍しいね。いつものことですよ。いつものことです。いつものことか。まあ、3本勝負のうちの1本勝っただけだから、もう一回行こう。まあいいでしょう、もう一試合やってたいということですね。はい、そうです。皆さん、これこんな感じでね、あの調子に乗るんですよ。ですが、ちょっともう、あともう一回わざとね、ギリギリで負けて、最後はあの思いっきりボコボコにしたいと思います。ケナ太郎、なんでそんな強いの。まあ、俺はね、お兄ちゃんに内緒で学校の友達とコソコソ練習してるからね。はあ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 。まあでも、それでも余裕で勝てそうだな。俺、さっき負けたのにそんなこと言うのかな。よっしゃ、じゃあ実力で俺に勝ってみなさい。はい、ということで皆さん、さっき全然余裕で勝ったからね、わざとミスったけど、ケナ太郎やっぱ調子乗ってるわ。あれ、ケナ太郎ついてきてる俺に。今から抜かすんだ。ついてこえてるならいいけど。来れてる、当たり前じゃん。あ、ついてこえてる、ついてこえてるよね、もちろん。
おい、もう抜かしちゃうぞ、いいの？抜かしちゃってもいいの？そう、早いな。あ、ついてこえてる？さすが、さすが悪魔と契約してるだけあるぜ。俺は正々堂々と戦うお兄ちゃんと違って。なんでだよ、悪魔と契約してるよ。お兄ちゃん、悪魔の力を使ってやってる。あら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 、めっちゃ開いちゃう。あー、まあ、やばい、ゴール、ライムゴールした。やばい、やんだ俺。いや、もうゴールした。ぶつかろう、わざと。走れ。いやミスった。お兄ちゃんに勝つな。やべ、ミスった。ミスった。やべ、ミスった。ちょ。くそ。あめっちゃ嬉しがってる。めっちゃ嬉しそうじゃん。いつも負けてるからって。これ、僕に勝てれば、こんなもんですよ。メガネ食い。メガネ食いってなんやねん。待って、今日ケナタロめっちゃ強くない？先生と呼びなさい。先生ちょ、待って、今日勝てないわ。あ、来た、始まりました。ということで皆さん、今ケナタロに声聞こえてないんですけど、うわ、ここか、ここ前負けたとこなんだけど大丈夫かな。この試合本気出して最後ケナタロを煽ろうと思います。今までわざと負けてたんだよ、本当はボコボコにできるんだよって言ってやると思います。いや、ここむずいんだよな。10秒ぐらい止まってあげようか。いや、いいよ、そんなそんなんしてさ、負けた時ケナ太郎言い訳すんじゃん。またボコボコにされちゃうけどいいのかな、俺に。よいしょ、はい。あ、やべ、ちょっと待って。はい、最高のスタート。おい、待って、普通にミスした。やべ、プレイミスした。さあ、最高のスタートを切ったぞ。ガチでプレイミスした。まあでも追いつけるケナ太郎ごとき。あれ、もうめっちゃあれ、遅っ。やばい、ここほんと苦手なんだって。さ、直線が遅いな、この車。バカ、この車直線が遅い。キナタロウ、待って、やばい、後ろ来てる。キナタロウ、まあ、ここでキナタロウ、キナタロウ、タイムに抜かすのは俺だからね、いつも。いいよ、別にちょっとぐらい抜かさせてあげても。ちょ、待て、まだある。あれ、キナタロウ弱くない？いや、接戦だっただろう。弱くない？おい、2勝1敗だぞ、おい。いや、ちなみになんやけど、最初の2回全部手抜いてました。はい、言い訳。いや絶対嘘。キナタロウはね、認めてくれてないんですけど、この動画見た人はね、最初冒頭僕がね、こういう企画撮るって言って、最後ね、こうケナ太郎にボロ勝ちしてるところもね、わざとミスってケナ太郎勝たせてあげてるっていう動画ね、もう最初の2試合で撮れてると思うんで、はい、絶対嘘だ、信じないもんね。信じてませんけどね。皆さん、ぜひこの動画、このドッキリ面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、そして SS 入れてみてください。ケナ太郎成功すると思った人もチャンネル登録してね。いや、あのマップだけだから、ケナ太郎強いの。ということで、皆さん今後もケナスユケナ太郎よろしくお願いします。ということで、おつさゆブンブン、おつケナ太郎ブン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 、止まっちゃったぜ。